はい、どうも、タカボンです。Going Medieval でいいのかな。こちらのゲームをね、遊んでいきたいと思います。こちらのゲームなんですが、舞台が中世で、拠点をね、運営しながらそこで暮らすね、人々を生き延びさせる、そんなような感じの拠点運営ゲームなのかな。まあ、そんなようなゲームなんです。ゲーム自体はね、なんか見下ろし型の 3D のね、視点で進めていくような感じなんですが、ゲームそのものがリムワールドっていうね、ゲームに似ているらしいです。ちなみに自分ね、リムワールドはやったことがないので、どんなゲームかっていうのをね、やりながら確認してやっていきたいと思います。それではね、早速始めていきます。ではね、ニューゲーム、まあ、触りだけね、ちょっとだけやって、そのデータはね、消しました。まあ、ちょこっとね、どんな感じなのかっていう操作感ぐらいかまではちょっとやりましたけどね。なので、まあ、ほぼね、やってません。まず、シナリオですね。通常で難易度。シナリオと難易度でもって、別なんですね。まあ、シナリオは一応なんだろう、通常でいこうかな。うん、まあ、敵が出てくるか出てこないかとか、まあ、天候によるイベントが発生するかとかね、そういうことなんでしょうね。襲撃の難易度はゲームの進行条件に合わせて変化すると。こっちはピースは多分あれですね、襲撃ないんでしょうね。でさらに難しくなるとサバイバルなんでしょうね。通常でいきます。で、難易度も普通でやります。でね、ここが、開始時の状況で、この上がね、多分3人村人みたいのがいるんだよね。で、ここ、真ん中が1人、1匹狼なんでね。で、一番下が、自分でいろいろ設定して始めることができるみたいなんだけど、ここは、今回はこれでいきましょう。一番上のね、確かに3人でした。うん、3人だったはず。3人だよ。うん、そして入植地ですね。谷、これも谷、こっちも谷、山腹、あれ、あ、そうなんだ。なんか前やったやつは山の上に1個あ、山の上にね、1個あったんだけど、両方とも谷ですね。どっちにしようかな。こっち側の谷にするか。谷の方はね、なんかいいみたい。上にすると、なんだろう、畑にしたりする土地が少なくなるんですかね。うん、これでいいや。このマップで行こう。面白そう。これで行きます。名前どうしよう、開拓地。タカボンランドにしよう。タカボンランド。どうですか、タカボンランド。よし、じゃあこれいきます。こっち側ね、同じ谷なんだけど。で、開拓者のクリエイトなんだけど、これはできたところからね、スタートします。はい、それではですね、開拓者3名をね、作り終えたので、紹介していきたいと思います。まず1人目はね、クマコ・ハチェット。この方はですね、近接武器、あとは射手、この辺がですね、経験値獲得量がね、4倍になるという熱烈な魂だかって言って、まあ、いわばすごく興味を持ってるんでしょうね。で、まあ、完全にね、兵士型、3人のね、長的な感じでね、作りました。年はね、年齢36歳、体重76キロ、身長161センチですね。なんかこういうね、経歴とかもね、
いろいろ説明が書いてあって、スキルのね補正がかかるようになってるんですね。近接疲弊した兵士ということで、近接武器がプラス17で射手プラス5っていう風になってますね。あとパークですね、威力的とか、あとは快楽主義とか者とかね、快楽主義者、あとは博学ですね、知性がプラス5になって獲得経験値がプラス 15%。 だから結構ねこの辺が近接とかね、この2つとか1つ星のところは結構上がるの早いんじゃないのかな、熊子はね、熊子隊長です。で2人目ヒデゾー・チョプリンチョプリンっていうかね、あの名前は変えれるんだけど、こっちの名字の方なのかな、これがね変えれません、固定ですね。でこのキャラクターの特徴としてはですね、知性ですね、研究とかをまあ主としてねやらせようかなと思いますので、知性が、高いキャラクターをね選びました。であとは経験値の獲得量が増えるのは建築と家事と知性と料理か。で年が39歳、体重62キロ、身長181センチですね。ちょっとモヒカンにヒゲ頭、モヒカンにヒゲ頭じゃないや、ヒゲにモヒカン頭ですね。ヒデゾー・チョプリン。で、パークが、その前こっちか、経歴での補正はね、知性が12プラス、体育仕事プラス5、建築プラス5、衣類の仕立てプラス5ってなってますね。ずる賢っぽい、何これ。マスタービルダー。マスタービルダーなんだ。で、勤勉だよと。全体労働速度がプラス 10%。あ、仕事速度が速いんですね。で、繊細で、この人も博学。知性プラス5の、経験値獲得、獲得経験値がプラス 15% されますよっていうことですね。いいキャラですね。あと一人、ミリア・ギバード。ミリア・ギバードさんです。この方は、能力的にはスキル値としてはですね、会話力とか接近とかが高いんですけど、経験値の獲得量が上がるのが、医学と建築採掘が星1。で、植物学と料理が、星2ですね。でどちらかというとこの方にはね、食料生産とか料理とかはねちょっとやってもらいたいなと思って作りました。ちょうどいいのが出たんですよね。であと医学とかもね、いいかなで経歴が忠実なる錬金術師ということで、会話力がプラス10、知性プラス10、植物学プラス3、医学プラス3、近接武器プラス3ですね。でこのね経歴ってやつ言うの忘れたんですけど、これもねランダムで決まるみたいです。経歴とパークとスキルとかね、この辺全部ねランダムですね。変えれるのはこの名前だけで、年齢は25歳、体重69キロ、159センチ、身長がね。で、喧嘩っ早い、パークがね、パークです。パークが喧嘩っ早い、近接武器がプラス 3%、 じゃあ 3% じゃない、プラス3ですね。で非武装時のダメージがプラス 10% ってことは、素手でぶん殴ったら 10% 強くなるってことなのかなでもう一つはグルメ、料理プラス3、食欲プラス 5% の食事摂取時間がマイナス 15%。 摂取時間マイナス 15% ってどういう意味でしょうね、ちょっとわかんないですけど、まあ、この3人でスタートしていきたいと思います。熊子、ヒデゾー、ミリアというふうにね名前を付けました。さあスタートしましょう。はい、それではですね、開拓者の方も作り終えまして、スタートをしてしまったんでね、早速ね始めていきたいと思います。で仕事、ここに割り振る数字が小さいと優先されて、だから位置が
最も優先されて、5が最高値なんだけど、5が最低ですね、1番ね。なので優先にしたい場合は1にするといいわけだ。で、このなんで惑星がスキルレベルが高いやつですね。まあいいや、とりあえず仕事は最初はこんなもんで一緒。スケジュールって何？あ、はいはいはい。一日の行動パターンをどうするかっていうのを決めれるのね。これでいっか。これ何？コピー。あ、これでコピーできるのね。ペースト、ペースト。みんなこれでいいや。すげえ、13時間労働。で、管理って何？管理パネルを使って開拓者の自動装備、消費する食料や酒を設定しましょう。右クリックの行動メニューから装備や消費するものを手動で選択、設定することができます。あ、なるほどね。え、ちょっと待って、こうやってもできるってこと？え、これで？ん？これでもできんの？あ、なんか、いろいろあるね。あ、機嫌があるね。あ、ミリアさん設定しないや。攻撃的にしとけ。そう、敵がね、襲ってくるらしいです。襲撃があるみたいよ。なので、武器とかもちゃんと装備しなきゃダメみたい。でですね、これだね。よいしょ。で、彼女には、これ装備したよな、さっきな。これちょっと動かしてみますか。ほい。装備する？装備した。装備した。いいね。さあ、家を作りましょう。したらね、あ、地域って何？あ、管理。いいや、管理あとでやる。地域なんじゃ。カボンランド、これ何？燃費、有効的な開拓地。あー、自分以外もいっぱいあるんだ。ビストープ、敵の開拓地。森の野党、こっちはバットクーム、疫病の子孫。なんかやらしい名前ついてるね。いや、名前というか疫病の子孫だって。いや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 。で、それでは家を建てていくか。なんかこの資源保管する場所とか作らなきゃなんないのよね。敵が来るからね、なるだけ防備をしつつ住む家みたいな。敵が襲ってきたことを考えると、ここに物見櫓じゃないけど、こういう感じに登れるようにして弓を打てるようにしとこう。よくわかんないけど、まあこれで行ってみよう。こういう感じで、ここが寝室だから、ここにベッドを、ああ違った、こういう向きか。
こうだね。3個。これどうでしょう。あ、バリエーションなんてある。え、知らなかった。ちょっと待って。バリエーション？あ、ベッドは1個しかない。あ、そうなの？ちょっと待って。屋根は？あー、なんだよ。板とかいろいろ選べるんだ。知らんかった。あ、ハーフ屋根っていうのできるよ、これ。そうなん。まあいいや、今度で。まあ最初の家だからね。まあとりあえずこれで作ってみてよ。っていう感じでどう？スタート。仕事で料理本番あれベッドないのまだできてない。ああ今作ってる作ってる。いいよいいよいいよ。オッケー寝れますよ。それでベッドベッドこれね藁のベッドできました。あみんな気切ってるみんな気切ってる。クマコーって感じでクマコ気切ります。なんだこれは。作業場を選んで生産品リストから生産品を追加すると開拓者に物を生産させることができると。おお料理できんの。あなんかある。ここぐらい作ってみれ。そしたら作ってみるや。もうできますね家が。これさグイーって回すじゃん。ここにさ敵が来てさバカスカバカスカバカスカって撃ちたいからここら辺にこうで。こういう感じ？誘い込む。そしてここに罠を仕掛ける。と、と、裏口は罠。いいね。来てる来てる来てる。罠を作ってます。ひでぞー罠作ってる。いいぞーお前ら。防御を兼ねてね。ここは入り口として入ってきてここで止まる。もうできるんちゃう。お、できたじゃん。オッケー。あとそっち側だけだ。お、できたんじゃないこれ。あ、できましたね。なんかいろいろ資源が周りにまだ落ちてますね。おお、なるほど。面白いな。リムワールドっていうのはやったことないんだけど、自分がやったゲームで似てるのはあれかな。ストーンハウスに似てますね。なんかね、ストーンハウスというゲームに似てます。すごく。なので、これは面白い。ちょっとね、連続してやっていきたいなと思ってますんでね。はい、という感じで、今回は、どこが正面よって感じなんだけど、こういう風にした方がいいかな。実はこっち正面さ、みたいな。こちらのね、拠点をね、作るとこまでやりました。面白いです。なのでちょっとね続けてやっていきたいなと思いますんで、よろしかったらね見に来てください。よかったらですねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメント欄の方にはねコメント質問あとはですねなんかアドバイスとかね、なんかいろいろありましたらね、書いてください。よろしくお願いします。といった感じで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それではまたです。